日本語能力試験聴解 N5。 これから N5 の聴解試験を始めます。メモを取ってもいいです。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1。問題1では、はじめに質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。では始めます。1番。教室で先生が話しています。学生は明日の朝、どこで先生に会いますか？皆さん、明日は古い町を見に行きます。9時の電車に乗りますよ。町には日本で一番古いホテルがあります。綺麗な公園もあります。明日は学校に来てから行きますか？いいえ、駅に来てください。8時半に待っています。学生は明日の朝、どこで先生に会いますか？2番。学校で男の学生と女の先生が話しています。男の学生は椅子をどこに置きますか？先生、この椅子はどこに置きますか？机の左側に置いてください。はい。窓のそばですね。そうです。どうもありがとう。男の学生は椅子をどこに置きますか？3番。教室で女の先生と男の学生が話しています。男の学生はどの本を持ってきますか？すみません。あそこの机の上の本を持ってきてください。はい。先生、どの本ですか？黒い本ですか？いいえ、白い本です。厚い本ですか？いいえ、薄い本です。わかりました。男の学生はどの本を持ってきますか？4番。女の人が男の人に道を聞いています。桜ビルはどこですか？すみません。桜ビルへ行きたいです。桜ビルはどこですか？桜ビルですね。この道をまっすぐ行ってください。あそこに
大きいデパートがありますね。その向こうです。この道の右側ですね。ありがとうございます。桜ビルはどこですか？5番。花屋で店の人と男の人が話しています。店の人は花をどうしますか？いらっしゃいませ。すみません。この花を2本ください。はい、これですね。プレゼントですか？はい。あ、すみません。もう1本お願いします。はい。リボンはどうしますか？リボンですか。いりません。わかりました。店の人は花をどうしますか？6番。男の人と女の人が話しています。女の人は何を持っていきますか？山田さん、来週の日曜日、緑公園の掃除をします。近くに住んでいる人がたくさん来ますよ。山田さんも来てください。わかりました。何を持っていきますか？暑いですから、帽子を忘れないでください。それから、皆さんのお茶は私が持っていきますから、カップを持ってきてください。よろしくお願いします。はい。女の人は何を持っていきますか？7番。女の人がバス会社の人と話しています。女の人はどのバスに乗りますか？すみません。1番のバスは山川駅へ行きますか？いいえ。山川駅は2番と3番と4番のバスですよ。でも4番は土曜日と日曜日のバスですから、今日はありません。あ、3番のバスが来ました。あれに乗ります。あ、すぐ2番のバスが来ますよ。3番はバス停がたくさんありますから、2番の方が早いですよ。わかりました。じゃあ、少し待ちます。ありがとうございます。女の人はどのバスに乗りますか？問題2。問題2では、はじめに質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、一番いいものを一つ選んでください。では、始めます。1番。男の学生と女の学生が話しています。男の学生は帽子を誰にもらいましたか？
帽子です。おはよう。おはよう、リンさん。綺麗な色のセーターですね。誕生日に兄と姉にもらいました。この帽子もプレゼントです。父がくれました。いいですね。男の学生は帽子を誰にもらいましたか？2番ダンス教室で山田先生が話しています。山田先生のクラスは何曜日ですか？皆さん、はじめまして、山田です。どうぞよろしくお願いします。今日からダンスのクラスが始まります。私は月曜日に教えます。木曜と金曜は他の先生が教えます。火曜と水曜はクラスはありません。山田先生のクラスは何曜日ですか？3番うちで女の人と男の人が話しています。男の人はどこを掃除しますか？男の人です。明日はうちでパーティーだね。うん。私は玄関を掃除してから台所を掃除するね。トイレの掃除をお願い。トイレはもう掃除をしたよ。じゃあ、庭の掃除をしてから買い物に行くね。男の人はどこを掃除しますか？4番ホテルで先生が学生に話しています。学生の部屋は何階ですか？皆さん、このホテルは1階と2階にレストランがあります。お風呂は一番上の10階にあります。皆さんの部屋は8階です。今から部屋に行って自分の荷物を置いてください。それから2階のレストランに来てください。学生の部屋は何階ですか？5番女の人と男の人が話しています。男の人は昨日何をしましたか？男の人です。昨日の日曜日、風が強くて寒かったですね。毎週日曜日は友達とテニスをしていますが、昨日はうちで本を読みました。買い物も行きませんでした。私も昨日は家でテレビを見たり本を読んだりしました。男の人は昨日何をしましたか？6番デパートで女の人と
男の人が話しています。二人は何時に出口の前で会いますか？田中さん、この後私はスカートを見たいです。そうですか。じゃあ私は本を見に行きます。今から1時間ぐらい自分が好きなものを見て、それからデパートの出口の前で会いましょう。今7時20分ですから、8時20分に出口の前で会いませんか？でも、このデパートは8時に閉まりますよ。あ、そうですか。それじゃあ、8時5分前に会いましょう。二人は何時に出口の前で会いますか？問題3。問題3では、絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか？1から3の中から、一番いいものを一つ選んでください。では、始めます。1番、今から寝ます。家族に何と言いますか？1、おやすみなさい。2、こんばんは。3、さようなら。2番、時計がありません。時間が知りたいです。何と言いますか？1、いくらですか？2、どのぐらいですか？3、今何時ですか？3番、昼ご飯を食べます。座りたいです。何と言いますか？1、座りませんでしたか？2、どの椅子ですか？3、ここいいですか？4番、お菓子をあげたいです。何と言いますか？1、これ何ですか？2、これいかがですか？3、これどうしてですか？5番、カメラを見たいです。店の人に何と言いますか？1、このカメラを見せたいです。2、このカメラを見せますか？3、このカメラを見せてください。問題4。問題4は、
絵などがありません。文を聞いて、1から3の中から、一番いいものを一つ選んでください。では、始めます。1番、学校まで何で来ますか？1、一人で来ます。2、9時に来ます。3、自転車で来ます。2番、この雑誌、誰のですか？1、日本語のです。2、5冊です。3、私のです。3番、鈴木先生、机はいくつ並べますか？1、3つです。2、ええ、並べましょう。3、教室です。4番、あそこにいる髪が長い人は誰ですか？1、とても長いです。2、ドアの近くにいます。3、私の妹です。5番、来週の日曜日、どこかへ行きますか？1、そうですか。2、山に登ります。3、電車で行きます。6番、田中さんは子供の時よく本を読みましたか？1、毎週図書館に行きます。2、あまり読みませんでした。3、時々本を読みます。これで聴解試験を終わります。